どうも、トメアンテニスチャンネルのトメアンです。今回はダブルスの、サービスゲームでの、必勝法ですね。必勝法、キープしやすくなるっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。まず、サービスゲームなんでサーブのポジションから説明していきたいと思います。僕とかはもうサーブで、正直言って8割、7割、8割はもう決まってくるんじゃないかなと思っております。で、やっぱりフラットサーブとか打てない人も多いと思います。全然大丈夫です、はい。ダブルスはどっちかというと、一番大事なのは、ファーストサーブを入れるということ、もう確実に一番。その次は深さ、サーブの深さです。浅いところにサーブが入ってしまうと、どんなにいいサーブしっかり打ってたとしても、やっぱり相手動かずに打ち込まれてしまう。しっかり深いところにサーブを入れることによって、相手の打点をちょっと下げたりすることができるんで、深めにサーブを打つということを意識して、皆さんサービス練習だったりとか試合の時意識してもらったらいいかなと思います。コースも大事なんですが、コースよりも大事じゃないかなとは僕は思いますね。で、何より深いところに入ることによって、自分の前衛、僕だったら今 MJ いますね、 MJ がコーチに出やすかったりするんですよ。深いボールの時は、浅いボールの時は相手の前衛が足踏み込んじゃってるんで、コース見えなくなっちゃって自分のペア動きにくくなってくるんで、深いところに入ったら後ろ体重でこうやってこう構えたりとかするんで、ボールが浮きやすくなってきます。で、コーチがしやすくなったりとかするので、深いところにサーブをしっかり入れる、深めに狙うということを意識してやってもらったらいいかなと思います。もう本当に線狙うぐらいの感覚でやるときあるので、はい、これはまず、サービスゲームのサーブ打つ人の意識として皆さん覚えておいてもらったらいいかなと思います。必勝法ということで、サービスゲームの必勝法ということで、先ほどは僕、後衛ですね、サーブ側、説明させていただいたんですが、次は前衛ですね。前衛、前衛の方は、最初はロブ待ってるぐらいの感覚でいいです。ロブ待ってるって言ったら、このサービスラインとかそういう意識ではないんですけど、身長にもよるんですけど、これは、僕想定でちょっと言いますが、大体サービスボックスのど真ん中でちょっと後ろぐらい立ってます。ここです。ここラケット2本分ぐらい前にいますかね。この辺で僕は構えてます。で、カーブを打って、それに対して前詰めていきます。最初から前詰めておくと、チビナダル今リターンいるんですけど、チビナダルの見え方からすると、ロブ打てばとりあえず大丈夫になっちゃうんで、そうなってくるとロブガンガン抜かれて、逆にこう陣形崩されてしまうんで、最初はロブ待ってますよくらいの感覚でいいです。で、ちょっと MJ サーブ、 MJ がサーブ打って、それに対して前詰め、じゃあ相手は、お、相手の前衛が前詰めてきた、ちょっとシビアなコース狙わなあかんなっていうことで、ミスにつながったりとかするので、別に相手絶対見せてくれるわけではないです。プレッシャーをかけるということです。プレッシャーをかける、前に詰めて、もう一回やりましょう、詰めてどうするんだっていうのを見せる、っていうのを見せることによって相手はすごく嫌です。逆にここでずっとボーっと待ってるのも良くないです。何の圧もないです。さあ、大体これも良くない、ね、これはここの前衛の人自体も足が動いてないので、次のボレーがしにくいと思います。多分飛んできてもお尻が出て、こういうボレーになると思います。で、僕が言ったみたいに前に詰めることによって一歩ボレーができるようになるんで、勢いのあるボレーを打てたりとかするので、ちょっと皆さんポジション見直してみてください。多分この方多いです。軟式テニスみたいに最初からベタ詰めみたいな人多いんで、これちょっと気をつけてね、ちょっと下がって2、3歩下がって、サーブに対して前に詰めて、このボールを待つという形で練習してもらったらいいかなと思います。はい、正直言ってサービスゲームというのは、サーブの人が、ブレイクされた時、サーブの人が悪いというよりは、前衛の方が
しっかりプレッシャーだったりとか動きができてないからブレイクされてしまうということが非常に多いので、前衛の方ぜひこれ試して、練習してください。前に詰めてプレッシャーをかける、圧をかけることがすごい大事なんでね、はい、サーブも大事なんですけど、2人でしっかり、息を合わせて取っていけるのが、全体的に見ていいダブルスになってくると思うので、はい、サービス側と前衛さん、どちらも意識して練習してもらったらいいかなと思います。